メス、メスは、フランスの北東部に位置する都市で、グランティスト地域圏、モゼル圏の県庁所在地である。かつてのアウストラシアの首都、後にカロリング町の都市であったメスは、3000年前に、始まった歴史とその遺産の豊富さで証明される。フランスの文化に、ドイツに併合された遺産が建築上、特に象徴的な図面を維持している。市内にテクノポールを抱える。 情報通信の都市であると明確に示されており、古くからの商業都市は、田園都市であることを望んでその都市景観から脱却し、都市生態学に関するフランス国内の政治的開拓者を通じて、水の流れと公園のある都市を作り上げた。メスは、巨大なヨーロッパの循環の軸が交差する地点にある。メス周辺の重要都市には、5 5トル北のルクセンブルク市、 5 3トル南の南市、6 0トル東のザールブリュッケンがある。ストラスブールとは1 3 3トル、ランスとは1 5 5トル、パリとは3 2 0トル、フランクフルトアムマインとは2 3 0トル、離れている。メス市の西部はモーゼル川と西湯川の谷にあたり、市中心部とサブロン地区は小高い丘の上にある。市東部の地区は、 標高が高く、ロレーヌ・盆地の染み役にあたる。標高358メートルのサインイコールカンタンが死を見下ろしている。地質では、メスはパリ盆地東部に位置し、ケスタの麓にある。モーゼル丘陵はサインイコールカンタンの一部である。これらは、石灰岩室からなる。メスは2000年以上前から記録されている。紀元前52年のカエサルによるガリア征服まで、 ケルト人のミディアマトラサイ族のオッピドゥムであった。ローマ帝国へ編入されると、すぐにメスは人口4万のガリアにおける中心都市の一つへ変化し、蛮族の襲撃と5世紀末のフランク族の移住まで、それを維持した。メスは、元は新生ローマ帝国領であり、中世にはヨーロッパの経済の中心地であった。しかし、百五十二年にフランス王アンリ二世が、 トゥール、ベルガンと共に、占領、1648年のベスト・ファーレン条約で正式に、フランス領になった。1870年に勃発した、不仏戦争では、この地において、フランソワー・シル・バゼーヌ将軍率いるフランス軍の主力が包囲された。その救援に向かったナポレオン三世は、その途中のスガンで捕らえられ、プロイセンに降伏している。出典 1999年まで、LDH, イヘス、カシニー、2004年以降 INSEE2010 年、パリにある、総合文化施設のポンピドゥーセンターの文館である、ポンピドゥーセンターメスが開館。設計は、日本人建築、イエサカシュベルトフランス人建築家ジーンデゴスタイン、および、イギリス人建築家、フィリップ・ガマッチジェンのグループが手掛けた。 サンテチエンヌ大聖堂神道の高さが42メートルに届くサンテチエンヌ大聖堂はヨーロッパのゴチック建築の中でも最も高い建築物の一つでステンドグラスの面積は6500平方メートルに達しランテルヌデュゴンデュという愛称で親しまれています大聖堂はこの黄色を与える縄文石で建てられています13世紀から16世紀に建てられ ヨーロッパで最大のゴシック様式の展開が特徴です。2020年に建物は800年を迎えます。その際、ビデオマッピングが行われます。ポンピドゥセンターメス様々な形の現代アートのための可能性とスペースのために捧げられたポンピドゥセンターメスでは1年を通じてたくさんのイベントが行われています。斬新な建物の設計は プロジェクトのコンペティションで優勝したサカシュゲルト・ジャンドが STU の日仏共同チームがイングランド建築家フィリップ・グムチジャン協力のもと担当しました。その建設は西洋公園とメス駅の間にある円形劇場地区の開発の一環として行われました。2010年に作成されたこのポンピドゥ・センターメスは特にドイツ、ルクセンブルク、ベルギーに近いため、 パリ近郊で最も訪問されるフランスの美術館の一つです。サッカークラブの FC メスが本拠地を置いておりリーグ1に参加している。メスは以下の姉妹都市と提携している。ありがとうございます。